リベンジということで、今日はですね、再びね、トモさんね、はい、あ、そう、トモさん久しぶりだね。帰ってきました。ありがとうございました、そう、トモさんと久しぶりの、ブラ散歩なんですけれども、今日はですね、リベンジということで再びブリックレーンに来ています、はい、そしてね、この間混んでて食べられなかったじゃない今回、今日やっぱりね、早めに来たんだよね、はい、うん、早めに来ただけあってちょっと空いてるんで、はい、買っちゃおうか、行きましょう、うん、で、ただですね、ちょっと残念ながら中の撮影できないんですよ、うん、なので、買ってきていい？お願いします。はい、ということで、サクトモチャンネルです危なかったですね、ならなかったら気づかなかったじゃあ、行ってきます。お願いします。来てくれます。隠れようと思ったらバレましたねゲット早かったですね。全然だって誰も並んじゃないんだもん、うん、でもね、なんかすごいすぐに注文取ってくれて、うん、ちょっと見てみる？はい、すごいよ、ピクルスもうはみ出しちゃったピクルスはみ出しちゃったわ、すごいよね。これで値段がですね、残念ながら私チェックしなかった。あ、はい、6ポンド、うん、まあなかなかいいお値段ね。そうですね、ベーグルとしてだいぶ高くなりましたね。だからね、だからベーグルだけ、本当にパンのベーグルだけだったら、うん、ね、1ポンドしないんですよ、うん、90何ピーって書いてあったかな、うん、でもそこにこれだけの量が入って、ちょっと食べてみていい？はい、いやー、やっとありつけたねこの厚みだよ、ほら、ちょっといただいてみます。マスタードとピクルスいるの、あんたみたいに言われたんであ、お願いしますみたいな丁重にお願いしてきました。じゃあいただきます。ほんと美味しい。あのね、実はぶっちゃけ言っちゃいますけど、うん、バラマーケットで、うん、ソルトビーフベーグルとか、はい、サンドイッチってあるじゃないですか、はい、あのソルトビーフ結構やっぱしょっぱいんですよ、うん、20日間ぐらい塩に寝かしてるっつったかな、うんうんうん、これね、全然しょっぱすぎない、ちょうどいい塩梅っていうの、これがまさにちょっとトモさん食べてみる、これ食べてみてよ、いけるかな、でも持っててあげるからカメラ大丈夫大丈夫、本当に難しいよ、ちょっと食べてみて、いただきます。はい、どう、うん、そんなしょっぱすぎないでしょ、本当ですね、ね、マスタードがちょうどいいくらい、うん、美味しい。もう一口食べていい、ピクルスも一緒に食べてみようかな。そしてこれパンがすごいさ、ふわふわね、うん、うん、ベーグル表面はやっぱ焼いてるから固めだけど、中がね、すごいふわふわ、ピクルス合うね、うん、うん、これは6ポンドの価値あるんじゃない、うん、うん、まあ1食分になっちゃいますよね。そうだよね、うん、いや、いいじゃないですか。ちょっとお肉だけもう一回食べてみようかな。お肉ビール欲しくなっちゃいますまださあの、言っちゃうけど10時ぐらいなんですよね、はい、朝10時ですビールね、パブやってないしね、まだ開いてないですね。本当しょっぱくないね、ほんまにね、うん、ちょうどいいぐらいだよね、うん、食べるのに。いや、皆さんぜひブリックレーンはずっと歩いてくると本当にストリートアートがたくさんあって、それを見てるだけでも楽しいんですけど、まあ、以前ね、ご紹介させていただいたんで見てる方多いかもしれませんが、多いんでそれだけでも楽しめるんですけどね、うん、ただ本当ブリックレーンの最後のところ、はい、ショーデッチの方なんですけれども、最後のところにさっきのベーグル屋さんありますんで、そこを目指してぜひここまでたどり着いていただけたらと思います。でね、トモさん、はい、
もうここまで来たんで、うん、もう一個ねちょっとおすすめのお店があるんですよ、はい、チョコレート屋さんなんですけれども、もともとのオーナーさんがすごくカカオを愛してしまって、うん、そのカカオをどんどん研究してたどり着いたところの お店なんですけれども、はい、ブリックレーンにあって、あとねグリニッチの方にも支店があって、よくともさんなんかグリニッチ行ったことありますっていう、ね、はい、あの人にプレゼントするチョコレートですこれは。そうだよねすごいねディスプレイも素敵でこだわりのあるお店なんで、うん、これがねダークシュガーっていう、チョコレートで、まあ、チョコレートもいいんですけれども、チョコレートドリンク、うん、これがねまたね有名なんですよ、はい、まあ、ちょっとチョコレートドリンク飲みたいなと思うんですけどいいですかね買って、はい、みんなの思い出写真展、エディンバラの美しい眺めのお写真、カルトンヒルからのお写真でしょうか、ロンドンとは違う美しい街並みや色合い、まるで別世界のようですね。ハッシュタグサクトモガでツイッターにご投稿ください。お、もうお客さん入ってるかな。チョコレートドリンククラシック、ちょっと買ってみていい、買ってていいですか、うん、ハロー、そう、キャリゲテホットチョコレートドリンク、and クラシックは、いや、いや、ソーリここに飾ってある箱、この箱を選んでギフトにすることも、ね、そうなんですね、できるというか、ね、はい、数を選んで、好きな、確かなんかトモさんからいただきましたよねそうですね、あげたことありますまたちょうだい今ねチョコレートドリンク食べましたね、うん、ホットチョコレートのクラシックタイプってやつ、じゃあ代表的なやつ、もうディスプレイが素晴らしいよね、はい、もう本当に素敵なチョコレート、うん、でさ、そっちのさ、そう、こっちはね、ウッドの器を使ってね、はい、生チョコですね、生チョコですね、うん、で、こっちがトリュフ系でしょ、あっちは貝なんか使ってるしてた、貝の器、うん、すごいよね、あ、全部入れんの、Enjoy. Yes, absolutely enjoy. Thank you very much. Thank you. ちょっとじゃあ外で見ますか。ここの椅子あったもんね。あ、どんどん落ちてっちゃう。見てこれ。あ、どんどん入ってくる、どんどん入ってくる。チョコレート全部入れるって言うから、全部お願いって言ったんですよ。多分ミルクチョコレートとダークチョコレートとホワイトチョコレート選べるんでしょうね、抜けるのはね、本当にホットチョコです本当だよねすごい、ちょっといただいていいですか、これ結構有名で、うん、座ってもいいですよ、本当ですか、優しい、汚くなければちょっとかき混ぜた方がいいよね、あ、もう本当すぐかき混ざっちゃう、どんな味なんだろう、いただきます、すごい美味しいこれ美味しいね、うちの近所にホットチョコレートのお店があるんですよ、ドリンクの、はい、そこも美味しかったんですけど、うん、いやちょっとそれ以上かもしれない、絶対にビール以外でこんな美味しそうな顔するのいやいや本当、ちょっともう一口ね、すっごいねカカオの味、ちょっと飲んでみて、トモさん待ってましたこれ言わないとね、また怒られちゃうからね、忘れてませんね、それは怒らないって、そう、これが字幕を言ったじゃないですか、指さして怒るからさどう、うわすごい濃厚だよね、カカオの味すごくわかるよね、美味しい、美味しいよね、これでね値段が5ポンドでした、うん、うん、いい値段ベーグルと同じぐらいよもう今日本当にさ、あのベーグルと、ホットチョコレートで、あの値段的には満腹本当ですねこれいいですね、いやこれ終わったらちょっと蓋1個もらってこよう、あ、そうですね、ね
や、まだ下の方に、あ、スプーンも可愛いじゃん、うん、この丸いよ、下の方。本当だ、ね、木ですかそれ。木、うん、今もうね、プラスチックなくなっちゃったもんね、うん、本当にね。ということで皆さんですね、ブリックレーンの方にいらっしゃったら、まあ、ベーグルは有名なんでね、ベーグルも召し上がっていただきたいんですけども、うん、ここのダークシュガーズというねお店、こちらもおすすめの一つです。あとはね、グリニッチにしかなかったかな、3店舗ぐらいしかないと思うんですけれども、うん、グリニッチ2店舗あるんですよね。なんか増えてきそうですよね。なんかね、増やす予定でいるっていうのはホームページに出したら、うん、確か載ってたと思うんで、これからまた街中に出てくるかもしれませんけれども、おすすめのお店なんで、ぜひ3食ミックスでいただいてみてください。はい、でもう一口。あ、なんかさ、こう甘味チョコレートの甘味って、なんかこう胃と味覚と、あとなんか心まで温かくしてくれるよね。あら、ということで、かっこいいですね。チャンネル登録グッド評価の方いただけたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではでは、今日はブリックレーンリベンジということで、大成功、楽しんで。大成功ですよね。はい、はい、ということで、これからソルトビーフ食べていきたいと思います。ではでは、さようなら。